どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃーん、トイザらスさんで買ってきましたファーストレンのおもちゃ。いつもね働く車が多いんですが、今回はスポーツカー2台を買ってきました。またまたねちょっと安くなってましてね、1000円ぐらいのが700円ちょっとでね売ってたんで買ってきました。今回も音が鳴って光るようなんでかなり楽しみです。では早速見ていきます。まず1台目はこちら、レクサス LFA ですね。僕が一度乗ってみたい車、かっこいいですね。早速箱からね出して見ていきたいと思います。よいしょ、はい、出てきました。はい、出てきました。こちらレクサス LFA です。かっこいい、このライト光りそうですね。エンブレムかっこいい、レクサスのエンブレムがあって、あ、ホイールかなりリアルに作られてます。後ろはねこんな感じです。僕ね後ろ大好きなんですよね。かっこいいですよね、この形が。テールレンズ特にすごい斬新ですね。 LFA って書いてあって、マフラーね3つもありますね、すごい。反対側のサイドはこんな感じになってます。ここ面もねちょっと気になるんでね見てみます。こんな感じなんですが、電池はねここに入ってますね。で本当だったら電池のところにストッパーがねあるはずなんですけど、こんなストッパー、これね取れてもうね音が鳴る状態になってましたね。さあそれではどんな風に光って音が鳴るのか見てみたいと思います。さあ行きますね。これねドアを開けるとアクションが起こるはずなんですが、行きますね。開けます。うわ、かっこいい、セキュリティの音ですかね。もう一回開けてみましょうか。あ、違う音に変わっていくんですね。これで次行きます。あ、サウンドは2パターンしかないってことなんですかね。反対側のドアも開けてみましょう。あ、音は同じですね。光るところはですね、まずヘッドライト、あとね後ろ側になりますテールレンズ、はい、こんな感じで光ります。車もねかなりリアルに作られてて、音が鳴って光って、これでね700円ちょっとやったらかなり安いと思いますね。では2台目、こちら見ていきます。かっこいい青いボディ、ポルシェ、これはね何ですかね、レースバージョンとなってますね。かっこいいな。これ早速見ていきましょう。フリ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 、はい、出てきました。こちら青いポルシェですね。かっこいいな。はい、前から見ていきます。前ねヘッドライト光りますね。今回も光りそうです。あとストライプね、ゴールドのストライプが入っててかっこいいな。横はこんな感じですね。ホイールもね黒色でかなりスポーティーです。ドアのとこには311と書いてますね。はい、くるくるーと回していって、テールレンズ、あー、かっこいい、かっこいいな。このテールレンズもいいですね、かっこいい。この GT ウィングもかっこいいんですけど、僕は個人的にはこのテールレンズの形が好きですね。あとマフラーはねセンター出しになってますね。はい、反対側のサイドこんな感じです。回してる時にもねありましたが、これがね本当は電池のところにこんな感じで刺さってるはずなんですよね。さっきの LFA なかったですもんね。じゃあこれ抜いちゃいます。はい、これでセット完了です。早速どんな音が鳴るのか見ていきましょう。さあそれではドア開けてみますね。開けます。まず1回目、あ、さっきと同じ音かな。もう一回いきます。2回目、あー、同じ音や、ちょっと残念。ヘッドライトはねこんな感じで光ります。テールレンズはこんな感じに光ります。サウンドがね1台目と同じでしたが、やっぱりね全然形が違うんでね、これはこれでかっこよかったですね。音が鳴るので開けれなかったんですが、室内の方なんですがこんな感じになってまして、ちゃんとねロールバーが組んであって、あとねバケットシートとかなり作り込まれた形になってますね。そして何より細かいのは
セカンドシートが取っ払ってあるっていうね、この細かさここあえてね外してるのがもうかなりねレースカーを忠実に再現してるなって感じですね。細かいな、ポルシェかっこいいですね。 LFA の室内はですね、こんなベージュ色になってまして、シンプルな感じですね。はい、助手席はこんな感じです。でもね、中はかなりね、リアルにね作られてますよ。はい、今回はファーストレーンライト&サウンドダイキャストカー2台をご紹介しました。まだまだねいろんな種類出てたんで、これはね集め買いがありそうですね。かなりリアルに作られてて本当にかっこいいです。ただね、サウンドの方が全部同じっていうのがちょっとショックですね。それぞれの車のエンジン音なんてね入ってたらもっと良かったと思います。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。